さて、今回開けていきますのは、ウルトラアクションフィギュア、ウルトラマン Z オリジナルです。はい、ウルトラマン Z 放送中もですね、ウルトラアクションフィギュアたくさん出てたんですけれども、一番基本となる、大元となるオリジナルはずっと発売していなかったんですが、満を持して本日発売となりました。ダークゼットライザーの発売日、これに合わせてきたのかね。なんとかギリギリ購入することができました。外箱パッケージは中が窓で見えていて、ブリッサーに入った状態です。ウルトラアクションフィギュアのね、このパッケージマジで好きなんだよね。Kポーズも必殺技ポーズも再現可能というわけで、デスティーム光線になるのかな?光線ポーズをとっているウルトラマン Z オリジナルが映っております。裏面こんな感じ、ご唱和ください、我の名をのポーズもとってますね。最近頭部の可動がフレキシブルに動くようになりましたので、これも非常に楽しみですね。それでは開けてまいりましょう。よっ、よいしょ。はい、ブリッサーにガポッと入った状態のウルトラマン Z オリジナルでございます。お、いいですね、いいですね。 Z のオリジナル結構イケメンなんだよね。 R5 値がさ、ちょっと顔がね、こうビシャッとしてるというか、目がちょっと平らな構造なんで、あれはあれでね、ちょっと釣り目がかってて強そうでかっこいいんだけど、このね、優しい顔したオリジナルもいいんだよね。というわけで、中身はウルトラマン Z オリジナル本体のみでございます。武器の付属とかは特にありません。それではまずじっくり上から見ていただきましょう。いい感じですよ。ウルトラアクションフィギュアってね、正面から見る分にはマジでいいんですよね。あの塗装省略とか色の省略全然あるんだけど、ほんとね、最低限はね絶対塗られてるし、結構塗られてるとこ多いんですよ。なので正面から見る分にはマジで満足感ありますからね、かなりいい感じでね。やっぱね、ボディラインとかすごく綺麗に表現されてるし、いやー、これ買いですな。これで1800円ぐらいだっけ、2000円しないお値段で買えますからね。で、胸可動、腰可動がないんだよね。ここはちょっと毎回残念ではあるんだけど、ただね、首もほらこれだけ動くしね、ポージングめっちゃ取れるもんな、ガシガシ動く。いや、いいですね。フィギュアーツとかに比べるとものすごく動かしやすいですからね。裏面こんな感じですね。まあ、肩パーツとかね、このあたりは後ろまで来てますけど、基本的には真っ青って感じですね。モールドは細かく入ってますが、ネジ穴とかね、結構むき出しになっちゃってますんで、このあたりは子供向け玩具って感じはしますけれども、それでもね、やっぱ可動箇所多いっすからね、すごく遊びがいがあっていいですね。もちろん両手を広げて、ご唱和ください。我の名をはできますね。いい感じだな。いい感じだ。うわー、すげー、楽しい。可動細かく見ていきましょうか。首がね、とにかくこれはいいですね。今までのウルトラアクションフィギュア、ここまで動かなかったもんな。前後動く。結構傾けられますね。左右もこうやって揺らすことできますし、回転も問題なくできます。360度回転いたしますね。首から上の頭部が動くって感じで、首自体はもう完全にボディと一体化してますんで、首自体は動きませんね。肩パーツは腕と一体化してて、腕とここのボディのところ一箇所で止まってる感じ。引っ張って飛び出るとかは特にありませんが、それでもね、ここ結構周りがね、すっきりしてるからね、こんな感じで。結構動かしやすくて。うん。腕のこの可動に関しては、全然ストレスないね。いいね。肘の手前の二の腕のところでロールがあります。なので回転もできるし、肘もね、結構曲がりを、90度以上曲がりますし、手首の回転があって、で、手首の交換とかはない代わりに、このね、4本の指が2本ずつでの可動がありますね。これで、まあ、完全なね、綺麗な開き手ってわけにはいきませんが、手首をこうやってね、開くことはできます。なので、デスティウム光線的なポージング。あー、結構かっこよく決まるね。わー、綺麗綺麗。わ、いい感じ、いい感じ。最終は良かったよね。最終はさ、オリジナルで戦ったのがさ、マジかっこよかったよね。
でもさっきも言った通り、ボディのここに関しては胸可動も腰可動も胸回転、腰回転全然ありませんので、ポージングの時はね、ここに注意してやってあげないとちょっとね、ボッタチみたいになってしまいますので、ここは工夫が必要ですね。そして足はこの付け根のところでガチッとはまってますんで、足も外すことはできないね。もう結構ガバッと開くし、前後もね、前に関しては結構思いっきり開けるんでね、後ろはちょっとこの辺りで引っかかってしまいますんで、ちょっとね、ちょっと横に反らしてあげればこうぐらいまでは開くことができます。太もものロールとかはありませんね。で、膝をグニッと曲げることできて、足首もね、ここ回転はさせてあげることができます。ジェスチューム光線のモーションも、結構がっつり取れるんじゃない？胸をこうね、胸の前に手をこうまずやった後に、思いっきり斜めに、こうやって広げて、もうちょっとこっちかな。もうちょっと角度つけてあげて、こういうのもできるし、ここから腕をクロスさせて、こんな感じ。これでジェスチューム光線的なね、と腕あれか、肘曲げてこんな感じか。顎ね、引いてあげた方がかっこいいよね。ああいい感じ、いい感じ。ちょっとアングル下から上感でやる方がウルトラマンっぽいよね。かっこよく決まる。いやー、いいな、ウルトラアクションフィギュア、オリジナル。これはね、かなりいいですよ。首がさ、結構、ここまで上がるからさ、最終話のさ、ヨーコ先輩と、ハルキが落下しながらの変身。ご唱和ください、我の名を、こう飛びながら、後ろに現れるやつ。あの、特別な、変身ポーズ、変身シーン、あれもなんとなく再現できんじゃない？こういうやつ。あ、いいじゃん、いいじゃん。ああ、いいじゃん、いいじゃん。ぐわーってね。ああ、これすごいいい感じ。オリジナルもね、多分アーツね、出ると思うんだけど、参考出品もされてたし、おいおい出るとは思うんだけど、まだ先でしょうからね。今のうちにウルトラアクションフィギュアで遊んでおくのはありじゃないでしょうか。はい、というわけで本日はウルトラアクションフィギュアウルトラマン Z オリジナルご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、というわけでおまけでございます。というかお知らせですね。先日出しましたですね、滅亡人類のプログライズキー、メモリアルプログライズキーですね、の動画にて、バーニングファルコンプログライズキーの音声がすごく小さくて聞き取りづらいという事件があったと思うんですけれども、そちらのですね、プログライズキー、お問い合わせしましたところ、交換対応となりましたので、近々そちらの方ちゃんとしたものが到着する予定でございます。到着しましたらかなりね、遅くなってはしまったんですけれども、そちらのプログライズキーのご紹介の動画の方出させていただこうと思っておりますので、よかったらね、そちらの方もぜひチェックしてみてください。というわけで本日の動画はこれで本当にラストでございます。この動画、いいな、面白いなと思った方いらっしゃいましたら、よかったらですね、他の動画もぜひ見てみてください。というわけで以上、来世定食でございました。